リトルグリーモンスターの全国ツアー、リトルグリーモンスターライブツール2023ファンファーレが4月22日土曜日、東京ガーデンシアターからスタートした。リトグリは昨年11月にミカ、ユーミ、ミヨウの新メンバー3人が加入し、今年3月22日には新編成では初のミニアルバム、ファンファーレをリリースしたばかり。この新作を携えた本ツアーは、12月10日まで全国19カ所のホール会場を回る予定だ。バル、公演中、メンバーのマユが、今日は皆さんと大きな、ファンファーレを奏でられたら、と口にしたように、この日は新作、ファンファーレ、収録曲を筆頭に、世界派あなたに笑いかけている、ヘコー、などの代表曲や意外なレア曲を含む全24曲を披露。カレンが振り付けを担当した新曲、ワンダーラバーを中心に息の合ったダンスを交えながら、絶品のハーモニーを約6000人のガオラー、イコールリトグリファンに届け続け、現編成になってから5ヶ月という短さを全く感じさせない堂々とした姿で見る者を魅了した。バル、また、本ツアーから観客の声出しが本格的に解禁されたこともあり、曲中にはオーディエンスのシンガロングや声援、メンバーを呼ぶ声などが響き渡ることに。終始多幸感に満ちたこの暖かな空間を前に、朝日が曲中に感極まる一幕もあった。そして、エンディングでハカレンが、ガオラーの皆さんがいたから、今日ここに立つことができています。これからの未来も、私たちと一緒に、ファンファーレを鳴らしていきましょう、と力強く告げ、2時間以上にわたるツアー初日を大成功のうちに締めくくった。